今日は12月、よしよしよし、あらららやぶけちゃった。12月13日、2012年の12月13日ですね。朝日新聞の一面、北朝鮮ミサイル発射、人工衛星が軌道に乗ったということで、2面3面にもそのことがずっと書いてあるわけですけども、確かに、独裁国家だと言えると思うんですけども、北朝鮮民主国家ではない、そういう国が大量破壊兵器を持つということは危険極まりない。しかし今その原子力発電所が事故を起こしたら、その地域が壊滅する、場合によっては地球全体が壊滅するという状況の中で、別に独裁国家であろうがなかろうが、核兵器がどっかの国の誰かが、場合によっては国の了承なく使っちゃう可能性あるわけですよね。核兵器でなくても通常兵器でも破壊力の強いやつをどっかの原発で爆破させれば大変なことになるわけです。この今の世界の危機というのは、そういう意味で認識していかなければいけないんじゃないか。まあ核兵器どこの国であろうが持つべきではないし、それから原子力発電所というのは、通常兵器とセットで考えれば、もう大変な原爆以上の脅威のある時限爆弾みたいなものを自分の家のそばに置いているようなもんですよね。これは解消していかなければ本当にもう後悔することになると思う。いつかテロが起きて、昔田中というのがこういうこと言ってたな、やっぱりこういうことになっちゃった、大変だった、もう後悔しても遅いんだろうというふうに思います。今日はどんぐりコロコロですね。この歌も誰でも知っている、どんぐりコロコロどんぶりこ、池にはまってさあ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。本の解説では、どことなく愛嬌のあるどんぐりは昔の子供たちにとっては身近なおもちゃでした。そのどんぐりが転がって展開するストーリーの面白さとテンポの軽快さが子供たちを動画の世界に引き込みます。大正10年の作品だそうですね。作詞が青木、これは有吉さんと読むんだろうか、それから作曲が染田貞さん、じゃあ歌ってみます。どんぐりゴロゴロどんぐりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう、どんぐりゴロゴロ喜んでしばらく一緒に遊んだが、やっぱりお山が恋しいと泣いては土壌を困らせた。ということでした。今日はこれぐらいしておきます。